皆様、こんにちは。かわぽんです。今日は2025年度中央大学の英語外部検定利用入試の状況についてご紹介になります。で中央大学の英語外部検定利用に関しては、えー、と共通テストとか、 全学部入試に該当する語学部共通選抜では、これ利用がありませんので、今回ね、ご紹介している個別学部入試の、えー、この情報が全てになります、えー。ご参考ください。で、これらの資料に関しては、全てあの、カワポン資料の1の、えっ、ー、と、上位次第併願パックに全部入ってますので、えっ、ー、と、調べる手間が本当に激減しますので、えっ、ー、と、おかげさまで大変多く、えー、お買い上げいただいております。えー、当座はしのげております。えー、感謝申し上げます。はい。ということでね、えっ、ー、と、じゃ細かくね、サクッと見ていきますね。 えー、中央大学はで,では、ですねこういうふうに経済、小利、公文、総合政策、国際経営、国際情報、えー、これらの、えっと、6 7個ですね。7個の学部で、英語外部限定が利用できます。今回は英検での事例紹介になります。で、順番にね、ポイントだけいきます。で、経済学部に関しては、えっと、出願のハードルがかなり低いんですね。英検が1228点以上あれば OK です。でただ、受験級が2級以上ですので、えっと、3級とかのスコアでは、えっと、利用できません。で、これで申し込んだ場合は、英語がね、得点換算になります。スコアに応じて得点換算になりますので、これは高ければ高いほどいいということになります。で 公表はちょっと非公表なので、まあ、どれぐらいがね、妥当なのかがちょっとわからないんですけども、まあ、おそらくね、今、2300前後であの申し込まれている方は多いかと思いますので、えっと、まあ 2,、2000、1000台とかね、2000ちょいだと、ちょっとだいぶビハインドがあると考えてください。できれば2300ぐらい取っていかれるのがいいかなと、個人的には思ってます。で、それは英語がね、特典簡単でありまして、個別学部入試の英語は受験する必要ありません。えー、その日の日程に関しては、国語と選択科目の2教科を受験してください。 くださいで2024年度の倍率は学部合計で4.3倍でした。やや高めということになりますね。で小学部でも、ねえっと、2025年度からあの新たに、ね、英語外部限定利用が、えっと、導入されました。英検が2150点あれば出願できます。で受験級と合否は不問となりますので、これ何級の受験でも不合格のスコアでも使えますので、ねえっと、出願の基準はかなり緩めになります。でこの場合です、ね、これ英語は完全免除になりますので、もう得点換算とかありません。 250を満たしていれば、もう英語が完全に除外された状況で、えっと、国語と選択科目の、えっと、当日2教科を受ければ結構です。えーでしえー、かなりね、これ、英語が苦手な方にとってはね、すごくいいと思うんですね。英語が苦手だけど、英検、この基準満たしてるってことはね、あの英語免除で2教科勝負できますので、でただまあね、あの2025新導入ですが、倍率はね、結構高めになるんじゃないかなと予想しています、はいで。理工学部に関しては、えっと順位 中の受験であれば大丈夫です。で、えっと、受験があってね、スコアがね、えっと、少しややこしいんですけど、えっとね、トータルいくつというよりかは、あの、各技能を最低基準何点かというのが、学科別に指定されております。で、学科によりけりなので、詳しくはホームページを見てほしいんですけども、ま、ああの、大まかにはね、575点とか、あの、各技能ですね、っていう基準点がありますので、えー、まあ、その、 えー、受験級、英検1級英検11級以上のスコアで、えっと、各技能の基準を満たされている方は出願できます。で、これで出願された場合は、あの、英語免除になります。もう、あの、特典換算とかではありません。で、数学と理科の2教科受験になりますので、えー、まあ、これもね、えっ、ー、とー、あの、なんだか、あの、英語がちょっとね、苦手な方とかはね、えー、もし基準満たしている方がいればね、あの、数学と理科の2教科勝負に持ち込めます。で、倍率は学科によるんですけども、 結構一倍、一倍台のがあの、二二千二十四年度は一倍台のえっ、ー、と学科が多かったですので、結構倍率だけ見るとね、だいぶ美味しい。 ということになります。で文学部ではね、準一中合格というのが前提になりますで。この場合も英語免除ですので、特典換算ではありませんので、完全に国語と選択項目の二強化で判定が下るということになります。でまあ、学科によるんですけども、2024年度に関しては2倍台の学科が多かったです。ただ、心理学科だけはですね、ここ高いんですね。5.5倍ありますので、ここはちょっとうかつに申し込まないようにしてください。総合政策学部に関しては、えっと、AK2304 点です。 これ、受験級と合否は不問ですので、えー、ともう難級でも不合格でも大丈夫ですで。この場合で申し込んだ場合はですね、一応、A 検に関しては、あのスコアに応じて最大50点加点がありますので、これはあの英語は免除というかですね、あの完全にあのス,コアスコアに換算されますから、2304よりも高ければ高いほど、 いいということですね。ええー、換算公表は、えー、非公表になってます。で、それでええー、と申し込んでかつですね。あの英語の個別試験免除になりません。 えっと、個別学部入試と同じ総合政策学部の英語の入試を受ける必要があります。で、あと、現代文ですね。これ、まあ、総合政策もともとね、個別学部入試は現代文受験ですので、結局は英語と現代文に効果を受けて、えー、判定が下るということですね。で、学部の合計ではね、2024年度の倍率は2.3倍で、だいぶ低い感じではありましたね。 で国際経営に関しては、英検1980で受験給2級以上であれば大丈夫ですで。ここもね、だいぶ出願のハードルは低いんですけども、これ英語は得点換算になりますので、やはり高ければ高いほど有利になります。えー、1980での出願だとちょっと厳しいかなと思います。ここもやはりね、2300ぐらいは一つ目安として考えていただいていいのかなと思います。でこの場合はですね、あの総合政策と違って、英語の個別試験の必要はありません。もう完全に、えー、受験するのは現代文の一教か、の のにで、えっと、2024年の倍率は、えっと、2.7倍ということでしたね。はい。そして、えー、次ですね。はい。国際情報学部になります。はい。ここはですね、AK2067 で、えっと、受験級は準1級以上のスコアであれば OK です。はい。それで、えっと、ここはね、 えっと、2024年からはね、基準が下がりました。えっと、確かね、2024年はね、AK2300 必要だったと思うんですけども、これが2067年下がりましたので、出願のハードルが下がった感じになります。で、今回は、えっと、これで、これ抜けた場合は、英語は特典換算になりますので、 えっと、やっぱり高ければ高いほど有利になります。換算公表は非公表となります。はい。それで、えー、あとはね、ここも英語の受験の必要ありません。現代文一教科受験になります。で、2024年度の倍率は5.4倍と、やや高めでしたね。今回ちょっとハードルが少し下がりますので、ちょっとどうなるかなっていうところになります。はい。ということで以上になります。ご参考ください。ありがとうございました。